ャンネルよっ。こんにちは。あの気になってたことがあって、はい、携帯で、はい、佐藤崎ともやって検索したんですよ。ちょっと調べちゃったんですか。調べたんですよ。そしたらあの検索のとこに佐藤崎ともやガンって出てくるんですよ。ガンガン、カタカナでガンって出てきて、まあ、漢字のあのガンとかじゃないんですけど、出てきますね、はい、佐藤崎ともやガンって、なんなんだろうっていう、ガンになってるのかって話ですか。いやでもなってるって情報はないので、はい、なん僕は言わないですからね。はい、そうか、言わないと出ないですもんね。知らないでしょ。いやでも誰かがガンで検索してるからガンで出てくるだけですよ。僕もそれ見たことあるんですよ、はい、何回も、はい、俺ガンじゃないのに、はい、ガンどういう意味なんやるんだと思って、はい、けど多分それは、はい、あのガングリオンの方だと思うんですよ。ガングリオン、はい、なんかエヴァンゲリオンみたいな。何ですかガングリオンって何。はい、あのエヴァンゲリオンの敵かな。ガングリオン、超簡単に言うと、はい、あ、なんかあの脂肪の塊が関節にできるんですよ。関節に、あ、関節にできやすいんですよ、はい、こう脂肪の塊が、はい、ガングリオンって。で、それのことだと思うんですけど、はい、僕あの2010年の日本シリーズの時に、うん、はい、ガングリオンができちゃって、はい、あの腕が上がらなくなったんですよ。へー。でそれはあの2010年クライマックスシリーズでホークスと戦ってた時に、はい、ホークス戦の途中ぐらいで3試合目かなんかの時に、左肩なんか動かしづらいしだるいなって思ってたんですよね、でずっと、はい、でだからあのこうやってこうだって寝てたから、はい、これで、うん、あのしびれてるだけなんかなと思ったんですよ、はい、でコップとかも、うん、水があったらコップとか歯磨くときにコップとかも、はい、こうやって上がんないんですよ。へえ、うん、でなんか力入れへんし、え、手が上がらへんみたいな、はい、だからこうやってベーってやってたんですよ。いいけど、はい、やってたんですよ、はい、上がんないから。まだ四十肩とかになる年じゃないですしね、はい、だからその時だって今からだから10年前だから、はい、まだ30とか3とかの時ですよね。で、まあ、クライマックス勝ちました、はいはい、日本シリーズ行きます。で、あのその日本シリーズまで間があったんで、はい、一回フェニックスリーグに宮崎に行って、はい、試合感養うために、はい、フェニックスリーグ行ってたんですよね、はい、で行っててその宮崎で試合やってたんですけど、そのこの感じが全然収まらないんですよ。へー。あのむしろ動かしにくくなってきてるんですよ、うん、であのトレーナーにも言ってて、はい、ちょっと左がなんかめっちゃ動かしづらくて肩がなんか痛いとかはないんですけど、はい、めっちゃ動かしづらいんですよ。そうなの、ちょっとマッサージとか治療とか、うん、とかやってて、はい、でも全然変わらへんって言っても何も、ま、ことが起きることなく、でそのフェニックスリーグの試合で、あのその時ペンっていう外国人投手がいて、はい、その投手が高めに抜けた球が来たんですよね、スワキャッチャーの試合で。で、あ、高めだと思って手上げようと思ったら上がんなくて一瞬遅れて上がったんですよ、はい、その時はもうボールが抜けてたんですよ。そうなりますね、後ろに、うん、それってやばいじゃないですか、はい、でもうその後日本シリーズあるわけじゃないですか、はい、でもうすぐそのイニング後の後ベンチに帰った時に、うん、これ俺は相当やばいと思うっつって、うん、自分自身の中で、はい、であの今も見てたやんっつって、はい、あれが手が遅れてるってことは何らかの原因が必ずあるわけ、はい、でこのまま行くのは正直心配やと、うん、これで病院に行って診察して何もなかったんだったら別に安心感はあるからどうにかしてやるけど、うん、もし何かあるって言ったらこのもうあと日本シリーズまで1週間来てるんで、はい、ってなった時に、うん、あの何かあるってなったら何か処置しないと、うん、このまま日本シリーズ途中できひんと、うんうん、で俺も不安やし、だ病院に行かせてくれって言って、はい、もうその試合交代して、はい、そのまま宮崎の病院に行って MRI 取ったんですよね、はい、で取ったらそのここにあの肩にガングリオンができてるんですよ、これぐらいの球体の動かす動作を、はい、それが神経 に,、はい、に当たってその鈍くなって動かすことがその動作に制限が出てきてるって言って、でうちじゃ処置できないんで、はい、どこかあのかかりつけのとこ行って処置してもらう方がいいと思うんですけど、はい、手術ってなると常識に考えて日本シリーズは難しいですよね。そうですよね、一緒にできないですよね。ああ、うん、でそれも宮崎の病院2個行ったんですよ、はい、1個目で、うん、あのここじゃ無理やからって転院させられてその MRI 取るとこ行って、うん、で分かって、これもうやばいって言った話になって、はい、で帰郷しようってなったんですよ。帰郷は東京に戻ろうと思うの であの僕がいつも国会の船橋整形に行って見てもらおうって、はい、僕が言ったんですよ、うん、でこのまま行ってても変わらないし、うん、1回船橋整形で見てもらった方がいいと思うから、はい、いつも行ってるからね、うん、膝の時もお世話になったし、うん、で帰らせてくれって言って、はい、自分主導で全部言っていくのもどうかと思うんやけど、はい、で
帰って、うん、極秘に、はい、で本体はその後名古屋に入るんですよ、うん、日本シリーズだから、はい、名古屋があるそうで、うん、僕だけ別行動で、はい、里崎いないみたいな状態になってるんですけど、はい、そこはもうシークレットで、うん、これはもうあの公害禁止、メディアにも出さずに、だって言ったらそこを付け込まれる可能性もあるわけじゃないですか、だって自分の不利益なことを、まあ、相手はね、佐藤さんがやりにくいようなことに言ってってなって、うん、で行ってで船橋整形で見てもらったら、はい、まあ、ガングリオンがあるって、うん、で、まあ、これ手術したら、まあ、もちろん今季は絶望だし日本シリーズ出れないけど、はい、今後一つだけあるって、手術しないで、はい、大山かなさんっていうバレーの選手もやったらしいんですけど、はい、うん、あの実例としては1個しかないって言って、それだけ、はい、普通、うん、90% 以上の確率でこの症状は手術って言われます、うん、でもこの日本シリーズがある、はい、今の現状も理解している、うん、手術はできひん、うん、でも選択肢がないわけじゃない、はい、でも実例は1個しかない、はい、でそれがうまくいくかどうかは、うん、僕たちも分かんない、はい、でもやる価値はある、うん、どうせ手術しかないって、はい、いやもうそれお願いしますみたいな、はい、勝負するしかないですよ、うん、でそれは何かっていうと、うん、そのエコーで見ながらガングリオンの位置を肩から太い中線入れて、その球体なんで、はい、そのガングリオンを割って、はい、中は脂肪なんで、はい、それを出す、そしたらその球体は脂肪じゃないですか、はい、っていうののチャレンジっていう、へー、でもその脂肪部かどうか分かんないらしいですよ、はい、全部出るそこのドロドロしてるんで、うん、その球体から穴開けて全部その外に出てくれる保証もないし、はい、その途中で止まった時にそれをがまだ神経を圧迫してる可能性もあるから、うん、だからそこのリスクはもちろんあると、はい、でも、まあ、成功例は1個しかないけどっていう、はい、でも成功してる可能性はあるっていうことで、はい、チャレンジ、まあでもね、精神に関わるわけじゃないんで、うん、じゃあやりますって、でちょうど、うん、あの今千葉大の方からその専門の先生が来てるっていう超ラッキーなことになって、でじゃあやろうと、はい、でお願いしますって、うん、すっごい痛いのそれが、太いから注射のその針が、はい、麻酔しないんですか、麻酔しないと思う、しないでやったんですね、注射だからみたいな感じだから、はい、うん、でこうやってこう寝そべって、はい、こうやってやって、はい、ここにここから入っていくんだけど、はい、めっちゃ痛いの、くそ痛いと思うよ、割ってるのとかも分かるんですか、あそれでもあのでもグリグリするからね、はい、でそれこれ動くから、はい、でそれがまたあの思ったより小さかったらしい、ね、はい、うん、でよく動くからなかなか当たんないらしくて、はい、結構時間かかったんだけど、はい、もうめっちゃ痛いと思うんだから、はい、でもそれが刺して穴開けて出たって、あ成功したって、いやでもどれだけ出るか分かんないから、はい、その後どこまでそれはその袋自体は残ってるから、そうかそう、本当はこの袋自体を取り出さなきゃいけないんです、殻みたいな、そうそうそう、残ってる、今も残ってるわけで、その袋を出してないんですか、それ出してない出してない、だって別に支障ないから、はい、でだからそれが、まあ、溶けるのかも分かんないけど、はい、俺医学的なことよく分かんないけど、はい、それが、まあ、袋はそのまま残ってるから、うん、これがどうなるか分からへんと、うん、でしかもそんな一気に改善することないから、はい、ちょっとずつ改善していく感じ、でも試合は3日後ぐらいに開幕、うん、まあまあでもうんちょっと軽くなった感じやなって思いながら、はい、そっから東京から名古屋にもう一回入り直して、はい、チームに合流して日本シリーズ行ったんですよ、はい、その後ろにやったみたいにうーんっていうのなくなった、さすがに、あよかった、うん、こうでも力がほぼ入んないんですよ、でも取るのはまあ大丈夫です、なんとか、でもバッティングが、はい、だからここ肘をこの体の近辺で動く分には動かせるんですけど、はい、肘が離れていったり重たいもの持つともう無理だったんですよ、はい、バッティングやばいですよ、バッティング、はい、カタンと落ちますからね、もうじゃあもう押し込む右手ですね、右手に頼るんで右手でこうやっていくしかないんですよ、はい、もう左手だったらパタンって左手でこうやってできないんですよ、はい、パタンって落ちちゃうんですよ、力入んないから、うん、だからもう脇締めて、はい、肘つけて、うん、もうみたいな、手離せないですね、離せない、うん、でなんとか乗り切って、はい、だからあの1回勝ち越しのセンターオーバーを打ちかけたんですけど、はい、それも最後力入ってないから失速するんですよ、はい、あなるほど、上がると守備においては、うん、ほとんどその制限がかからなかったんで、はい、逆に良かったんですけど、うん、まあ、守備のミスって大きいじゃないですか、はい、でバッティングは相当きつかったですね、へ
でもその中でその最後勝ち越し、ね、優勝決めた時の6対4から同点のタイムリー打てたりとか、うん、まあ、いろんなことをその中きつい中でも結果として出てたんで、はい、よかったですけど、うん、あのガングリオンも痛みはなかったですけど、はい、この動かせれへんというのはきつかった。でもだからあの日本シリーズ中はコップはもう常にこうだよ。だから水飲むとかもこうだよ、こうやって、全部こういかれへんのな。いやでも佐藤さんあれですね、結構その勝負どころでいろいろなんか怪我というか、うん、頭気合いだから、だから俺は日々、はい、世の中気合の根性でどうにかなるからとかって言うやん、はい、なってきてるから、もう気合だけで生きてるから俺。そうです。しかも結構意外といいところで、うん、なんか困難にぶち当たって気合で乗り越えてきてるっていう。そう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 、あのガングリオンは痛みはなかったですけど、うん、あの日本シリーズ2010年、はい、あれはマジで本当あのストレスはすごかったですね。へ、でもまあなんとかね乗り越えて勝てたんで、まあ、今は笑い話になりますけど、うん、それが里崎ガンの意味です。ガングリオンだからね。ガンじゃねえ、ガングリオン覚えました。はい、はい、でもあれですね、やっぱり選手ってあの結構長くやっていく中で全く怪我をしない選手っているんですかね。それはいるんじゃないですか。いるんですかね。でも、でも、うん、どこぞの不具合が起きてますよ。それが大事にならないだけですよ、うん、ほぼだからほぼ 99% はどっかの違和感じゃないですけど、うん、どっかの何かは必ずあります、はい、それがプレーできるかできないかだけですよね。じゃあ本当気合ですね。気合ですよ、はい、であの痛いか痛くないかじゃないですよ、はい、できるかできないかなんですよ。なるほど、はい、じゃあ気合で頑張っていきましょう。はい。